してくれっていうふうに言っちゃったんですよ。で呼吸器を入れてですね、相関っていう機械につないで、で心臓マッサージをして、で5時間ぐらいですね、5時間後ぐらいに死んだんです。もう未だにですけどね、未だにもう20年近く経ちますけど、悪いことしたなと言いますかね、もっとそこをしなかったらば、ほんの数時間かも分かりませんけども、いい時間が持てたかもしれないって言いますかね、あの家族の間で、あの兄弟同士で、夫婦の間で、なんかそれを僕がその阻害しちゃったのかなというのは未だにこう後悔してるんですけどね。まあその僕の患者さんでも遠くの親戚が余計なことを言ってたってよく言うんですけどね、まあ自分がそういうことをやっちゃったと言いますか、まあすごいそういう意味では後悔してるという父親のことですけど、ね、まあ父親も本当にこう在宅で療養が多かったんですね、まあ、在宅医療っていうのに、まあ、僕も抵抗なかったと。でまあ日本のですね、医療に関しましてちょっと話をしますね。まあ今日は一応医療についてなのでをテーマにしましたんで、まあ、日本の医療っていうのはですね、成長していったということ、医療は発展して長寿世界一もになりました。で医療機関の整備とか制度が充実していて、まあ、従事者の要請があり、いろんな意味で発展していったというのが日本の医療ですよね。で日本が世界に誇れるっていうのは、日本は皆保険ですよね。誰でもどこでも医療機関を受けられるという、保険証があれば受けられるという、これは本当に世界中でもなかなかないシステムですね。で、お話でも出ましたけど、まあ病院で死ぬ人がまだまだ多いと、在宅死は少ないというのは、これもそうそう簡単には変わっていかないですね。で、医療の発達がもたらしたものっていうのは延命救命ですねが進歩しましたし、まあ、病院中心になっていたわけです、医療がですね。で、患者さんは病院を進行し、過度に医療へ依存していったと。で長寿が生まれ、長寿になっていったというんですかね、日本人は。で、これが4、5年前のやつですけどね、医療満足度ランキング、先進進行し、進行22カ国でやった、満足度ランキング、まあ、日本っていうのはだからこんだけ医療は発達したわけですよ。で世界に誇れる日本の医療と言われながらなんですが、1位はスウェーデン、2位はカナダで、その後書いてあったのはイギリスが 55% だったですね。韓国は 30%、 日本は何位だと思いますか、22カ国中。22です。だからこんだけ日本の医療っていうのは発達と言われながら、満足度でいうと最下位なんですよ。これはどうしてかっていうと、やっぱり考えなきゃいけない、国民が考えなきゃいけない。で、これもご存知でしょうけど、日本はこの赤ですけどね、アジアでも先進諸国でもアジアでもダントツトップですね。でトップだけじゃなくて、このスピードですね、この右肩のスピード感がすごく速いんですね。あっという間に高齢化が進んだという、で独居老老が増えていったということとか、あとは認知症の人が、増えていったと、いうこと増えていきますね。とこれがまだまだ増えていきます。それから、まあ、がんの死亡者も、お年寄りが増えていけば増えていきます。で行き場のない患者さんが増えていくんで、まあ、こういう言葉が生まれてるわけですよね。難病という言葉で、で看取り場所の不足ってありますけど、医療機関は増やしません。医療費の抑制するために国はベッドを増やしませんので、死に人は増えていくんですけども、死に場所はなくなるわけですよ。まあ、ほとんどが8割以上が病院でるわけですけど、全然ベッドが増えていかない、まずは人は増えていく、在宅は多少増えていって、施設も多少増えていく。